前回の須郷同様、決勝日はウェットコンディションとなった第4戦つくば。本戦の GP125 は佐藤宮坂天野のホンダ RS、 そして上津の TZ がフロントロー。注目のルーキー宇井と真奈子は共に3列目スタートとなる。 GP125 決勝スタート。周回は25周。今回もコースタートを決めてポールショットを奪った宮坂であるが、2周目の第1ヘアピンでポールスタートの佐藤にかわされると、周回ごとにポジションを落としてしまう。レースは中盤まで20番佐藤、56番宇井、5番天野、21番上津、59番茨城、2台の RS と3台の TZ がトップ争いを展開。13周目、宇井にかわされた天野は第2ヘアピンで敗退。宇井は続くバックストレートで佐藤を抜き去りトップに浮上、後続を引き離す。今年 A 級に昇格、平忠彦率いるチーム平からヤマハ TZ での参戦を開始した宇井陽一。ここまでの参戦、ホンダ RS が強さを発揮したこのクラスにおいて、ヤマハ TZ に今季初優勝をもたらす。後方からの追い上げでチームメイト同士の激しいバトルを展開した菅谷と林が表彰台をゲット。もう後ろから来てんじゃないかと思って、とにかく後ろ振り向かないようにして一生懸命走ってます。いよいよ TZ ユーザーが反撃を開始。 GP125 はかつてない混戦が予想される。